小寺言語9月7日から1959年6月15日は、日本の実業家、大日本宝石元社長、旧姓は西松、八日、小寺家ともども、岐阜県出身、岐阜県平民、西松ゴ兵衛の三男にして、西松隆の実定、兵庫県及び、岐阜県氏族、小寺成倉の子養子となった。1903年4月、 慶応義塾大学ブリイカを卒業。同年天が崎き石に入社。1918年、大日本宝石取締役となる。1936年、免業会館で開催された、臨時株主総会の決議により、同社社長に就任した。翌1937年4月26日、欧米訪問経済施設団の一員として後過月間、米国、 英国及びヨーロッパへ外遊する。この経済施設団の任務は先に来日した英国、米国の施設への登録と、この年の6月にベルリンで開催される予定の国際商業会議所の第9回総会に日本国内委員会を代表して出席するとともに、当時各国が保護貿易を唱えて困難を加えつつあった国際貿易問題について、 歴法諸国の官民有力者と接触し、重要問題について、閣議のない懇談をすることであった。社長在任中に大日本墓石を、岸和田人権、岸和田墓石と合併させ、帝国人権への資本参加も実現した。正治は、さらに、大日本墓石と帝国人権を合併させ、大日本帝国墓石人権にする目論みのもと、尊敬する。 帝国人権社長の久村聖太邸宅を3度くらい訪問したという。1946年9月、会長に就任。同年12月に辞任。この間、日華産業代表取締役、日本霊園、新日本霊園、国策パルプ閣、取締役、日白面下、大阪商事閣監査役、公銀参与理事、日経連、大阪商工会議所顧問などを務めた。 趣味は、園芸、諸画。宗教は新州親派、新修親や兵庫県在籍。俗籍は、兵庫県平民。1916年、分家して、一家を創立した。広い本邸は、住吉村、近所には、すぐ南に、同じ岐阜県出身の元東京海上火災専務、元川崎造船社長、元文部大臣、江南大学等の創立者である。 平尾八三郎邸、すぐ北に、半球三陰駅南東横の一等地の広大な、敷地を美しい三陰石の塀で取り囲んである、朝日新聞社創業家村山家邸宅があり、一方では、ボーリズ設計の西洋館の別邸は、深江文化村と呼ばれた地区にあった。小寺言語邸、日本一の富豪村と呼ばれた住吉村にあった。道村には、親族の小寺慶一邸、 東京の平尾八三郎邸があった。ありがとうございます。